ああやって初めてみんなの活動が止まる。恐ろしかったですね。地球終わっちゃうんじゃないかな。怖かったです。何が起こるんだろう、これから。いつ終わるんだろう。すいません、すいません、ダメだ、出歩いちゃダメですとか言われないの。気をつけろって言ったって学校がもうやってるわけだから、ね、行かなきゃ。みんなをニュースになってるのが自分だったんでしょうか。自分かもしれない。現場側もすごい混乱していて、メディアの発信の仕方がやっぱり分断を招いてたから。介護はリモートじゃできないし、リモートじゃなくてできるこの仕事が好きなので、本当計り知れない。さまざまな人と仕事への眼差しがもたらす二人の変化。周りが空気を読む癖が嫌になるんですか。嫌になる。そして見つけた答えとは。人とか仕事とかってなんだろう、うん、